怖いので至急です。夜の10時半頃お風呂に入っていたら、お風呂の窓からこちらを覗く顔と目が合いました。私は目が悪く、覗く顔が最初は幽霊か何かかと思いました。顔は一瞬で消えました。しかしまた数分後、私はずっとその窓が気になり、警戒しながらしばらく見ていると、徐々に窓が開いていく感覚がありました。上記で記した通り、目が悪いのでまた見間違いかと思いましたが、あの顔がちらりと見えたのです。窓が完全に開ききる前に慌ててお風呂から上がり、母を呼びました。その後窓を見ると、開いていた窓がぴったりと閉じていました。不審者は春関係なく冬でも出るのですか？また似たような経験がある方はいますか？怖く緊張しているので誤字脱字があるかもしれませんが、ご了承ください。もうお風呂が怖いです。冬でも不審者は出ます。雪でもスキーウェアみたいなのを着ているのかもしれません。まず風呂の窓の鍵を閉めることです。窓に貼る目隠しシートも売っています。不審者対策をした方がいいです。怖かったと思うので警察に電話して相談してもいいと思います。地域によるかもしれませんが、見回りとかしてくれるかもしれません。警察官立ち寄り署や不審者発見次第110番通報しますとかのステッカーも売ってますよ。対策しましょう。